皆さんこんにちは、ふみちゃんです。今日はね、浜松駅、いつもの通り浜松駅ですけども、5074番列車、貨物列車をね、撮影をしております。今日5074番列車ね、EF6627号機がね、充当されるところで来てみたんですが、今日はちょっと遅れているようですね。まあもうすぐね、来ると思うので、もうしばらく待ってみたいと思います。その間ね、別の貨物列車を撮影しておりました。今までね、撮影していましたのでね、その様子を先にどうぞ。ここまで撮影したね、4本の貨物列車をご覧いただきました。まもなくね、次は1058番列車が通過して、その後に5074番列車、来る可能性がありますのでね、もうしばらく見守りたいと思います。
EF66-27号機でね、撮影することができました。現在稼働している EF660番台はね、この27号機が唯一のものに、今日現在なってしまっておりますので、ね、皆さんもぜひ見れるうちにね、この27号機見てください。次回の動画でぜひお会いしましょう。以上、海チャンネルみふみでした。よろしければチャンネル登録ね、お願いします。